習うより慣れろという言葉があります皆さんは聞いたことがありますか例えば車の運転は車の本を読んで習うだけではうまくなりません車を運転して慣れることで上手くなっていきます日本語の勉強も同じです正しい言葉遣いで何度も繰り返して話しているうちに それが習慣になり自然に会話ができるようになっていきます敬語の基本ルールについて皆さんはすでに勉強しましたあとは習うより慣れろですこれから敬語を中心にビジネスの場面でよく起こる言葉遣いの間違いを見ていきますどこが間違いかどのように言い直したらいいのかを考えながら 正しい言葉遣いを勉強していきましょう東京商事第一営業課の四と申しますいつもお世話になっておりますこちらこそいつもお世話になっておりますこの間の問い合わせの件に関して すぐにファックスをそっちに送りますので、よろしくお願いします。はい、わかりました。その他に、わかんないところがあったら言ってください。はい。それでは、よろしくお願いします。はい、失礼します。山田課長は、ヨンさんの話し方に対して、 あまり良い印象を持っていないようでしたねではヨンさんの話し方のどこに問題があったのでしょうか後で出しますと後ほど提出いたしますどちらも同じことを言っているのにこの二つの文は印象が違いますこの方が丁寧な印象ですこの間の問い合わせの件に関して すぐにファックスをそっちに送りますのでよろしくお願いします。普段の話し言葉としては、ヨンさんの言葉は問題ありません。しかし、ビジネスにおいて、社外の人に対する言葉としてはまだまだです。ヨンさんの言葉を書き言葉に直してみましょう。この間は先日、すぐには 地球、そっちはそちら、このように言い換えることができます。話し言葉を書き言葉に、和語を漢語に言い換えると丁寧な言葉になります。問い合わせにおをつけて、お願いしますをお願いいたしますにするとさらに丁寧になります。 送りますもお送りしますと県上語に変えてみましょう先日の問い合わせの件に関して支給ファックスをそちらにお送りしますのでよろしくお願いいたします次の文を見てみましょうその他にわかんないところがあったら言ってくださいこれも丁寧な言葉にしてみましょう 「わからないところ」は「ご不明な点」「ありましたら」は「ございましたら」「聞いてください」は「お聞きになっていただけますか」に変えます。相手に何かを頼むときは「何々してください」や「何々お願いします」よりも「 何々していただけますでしょうか。何々お願いしてよろしいでしょうか。と質問の形で言う方が丁寧です。特に目上の人に何々してくださいと頼むのは失礼になる場合がありますので、質問の形で頼みましょう。その他にご不明な点がございましたら、改めてお聞きになっていただけますか。 このような文にするととても丁寧ですビジネスにおいて特にお客様に対応するときの言葉遣いはより丁寧な話し方を心がけてください東京商事第一営業課の四と申しますいつもお世話になっておりますこちらこそいつもお世話になっております 先日のお問い合わせの件に関して、支給ファックスをそちらにお送りしますので、よろしくお願いいたします。はい、わかりました。その他にご不明な点がございましたら、改めてお聞きになっていただけますかはい、ありがとうございます。それでは、よろしくお願いいたします。失礼します。はい、失礼いたします。 クッション言葉を皆さんはご存知でしょうかクッション言葉とは言葉の前に付け加えることで言葉を和らげソフトな表現にする非常に便利な言葉です言いにくい言葉を伝えるときにクッション言葉を一言添えるだけで人間関係を壊さないように注意することができますクッションのように 会話を柔らかくする言葉、それがクッション言葉です。それでは、クッション言葉の例を見てみましょう。相手の期待や目的に添えないため、都合が悪く、残念な状況になったときに言う言葉です。代表的なものをいくつか紹介します。あいにくですが、相手にとって、 残念な状況になったときによく使うクッション言葉です。佐藤課長はいらっしゃいますかあいにくですが、佐藤はただいま外出しております。申し訳ございませんが、相手に対して申し訳ないと思うときに使うクッション言葉です。 次回の会合は月曜日でいかがですか申し訳ございませんが、月曜日は一日中予定が入っております。せっかくですが、相手の気遣いをやむを得ず断る場合に使うクッション言葉です。本日はお時間を取っていただきありがとうございます。それでは、今日はこの辺で失礼いたします。この後、ご予定がなければ一緒にお食事でもいかがですか せっかくですが、この後もう一箇所立ち寄る予定がありますので、これで失礼いたします。次は、何かを頼むときに相手に気を遣って言う言葉です。では、一つ一つ見ていきましょう。お手数ですが。相手にお願いをして何かしてもらうときに使うクッション言葉です。お手数ですが。 もう一度お電話いただけますでしょうか。お差し支えなければ。相手の情報を聞いて、問題ないか確認をするときに使うクッション言葉です。はい。はい。お差し支えなければ。私が伝言を承りますが、よろしいですか。わからないことを尋ねるときに使う言葉です。 それでででは、実際の例をを見ててみましししょょう。う失礼ですが、お名前を伺ってもよろしいでしょうか。相手の名前を聞くということは相手を疑っているかのように取られ大変失礼なことですしかし相手が自分から名乗らない場合には電話の取り次ぎなどの時には困りますこのような時に「失礼ですが」 いや恐れ入りますがを使うといいでしょう恐れ入りますがもう一度お電話番号をお願いいたします相手の言うことが聞き取れなかった時相手の言ったことをもう一度確認したい時相手は同じことを二回言わなくてはなりませんこのような時恐れ入りますが を使うと会話がスムーズになります恐れ入りますが申し訳ございませんがは使える範囲が広い大変便利なクッション言葉ですこの二つは使う頻度が高く応用性があるのでどんどん使ってみてください恐れ入りますが鈴木様はいらっしゃいますか申し訳ございませんが 明日のお約束を3時に変更していただけないでしょうか。ここで先ほどのヨンさんと山田課長の電話のシーンをもう一度思い出してみましょう。その他にご不明な点がございましたら改めてお聞きになっていただけますか。ヨンさんは山田課長にもしわからないことがあればまた聞いてほしいとお願いしています。このように 相手にお願いする場合には、クッション言葉、恐れ入りますが、申し訳ございませんが、をつけると、さらに丁寧になり、印象が良くなります。その他にご不明な点がございましたら、恐れ入りますが、改めてお聞きになっていただけますか こんにちはいらっしゃいませ中央印刷の高橋と申します大型プリンターについて詳しいお話をお伺いしたいんですがはい、ありがとうございますあちらの商品担当の者に伺ってくださいあちらですねリさん、私何かおかしなことを言いましたかうん、ちょっと言葉遣いを間違えたね さあ、ヨンさんはどこを間違えたのでしょうか。皆さんは気づきましたか。はい、ありがとうございます。あちらの商品担当の者に伺ってください。これが間違いです。伺うは聞くの謙譲語です。この場合、聞く人はお客様ですので、謙譲語ではなく、 尊敬語を使わなければならなかったのです。聞くの尊敬語は。お聞きになる。です。あちらの商品担当のものにお聞きになってください。または。尋ねるを使って。あちらの商品担当のものにお尋ねになってください。このように言っても良いでしょう。今の会話では。 もう一つポイントがありますそれは相手に何かを頼むときの文の形です何々になってくださいよりも何々になっていただけますかと質問の形にする方が丁寧ですあちらの商品担当のものにお聞きになっていただけますかあちらの商品担当のものにお尋ねになっていただけますか これがお客様に対する正しい言葉遣いです。ヨンさん、わかったはい、わかりました。私、尊敬語と謙譲語を間違えていました。そうだね。よくある間違いだけれど、気をつけないといけないよ。いらっしゃいませ。ませ株式会社東半の渡辺と申します。大型プリンターについて詳しい話を伺いたいのですが、 ありがとうございますあちらの商品担当の者にお聞きになっていただけますかはいありがとうございます次にその他の例について見てみましょう東京商事のリーと申します田中課長はおりますかおりますか はい、おりますが、少々お待ちください。これもよくある間違いの一つです。どこが間違いか、どう直せばいいのか、皆さんわかりますか田中課長はおりますかこれが間違いです。おるは、いるの謙譲語なので、田中課長におる。 を使ってはいけません。田中課長はいますか。これを敬語表現にする場合、どうすればよいのでしょうか。いるの尊敬語。いらっしゃるを使います。田中課長はいらっしゃいますか。東京商事のリーと申します。 田中課長はいらっしゃいますかはい、おります。少々お待ちください。太陽物産の山田と申します。佐藤課長はいらっしゃいますかはい、いらっしゃいます。ヨンさんは山田課長に釣られて、いらっしゃいますと尊敬語を使ってしまいました。相手の言葉に釣られて、 尊敬語と謙譲語を間違って使ってしまうことがあります注意しましょうこの場合、おりますが正しいですね太陽物産の山田と申します佐藤課長はいらっしゃいますかはい、おります少々お待ちくださいこちらで少々お待ちしてくださいえあ、はい 失礼いたしますこれもよくある間違いの一つですどこが間違いかどのように直したらよいのか皆さんわかりますか恐れ入りますこちらで少々お待ちしてください4さんは間違えて少々お待ちしてくださいと言っています すするは謙譲語の形ですつまり「お待ちして」は謙譲語ですのでお客様の山田課長には使えません敬語の間違いで多いのが尊敬語の「お」になると謙譲語の「お」するを混同することですこちらで少し待ってください。 この文を尊敬表現に変えましょう。はじめに、「待つ。」を尊敬語にします。少しは、「少々。」という漢語に変えましょう。こちらで少々お待ちになってください。さらに、「お待ちになってください。を」を何々していただけますかに変えて、 こちらで少々お待ちになっていただけますかこのように言うと良いでしょうこちらで少々お待ちになっていただけますかはい失礼いたします あ気持ち気持ちお腹空きました <laughs> <laughs> さあ食べよう、はい、いろいろあるな <laughs> ヨンさんは何食うのと私はビーフカレーにしますお佐藤課長は何をお食いになりますか <laughs> お食いになるってそれを言うならお食べになるか召し上がるだよ食う は、「食べる。」の乱暴な言い方です。このような言葉を使って、「お食いになる。」と尊敬語の言い方をしても敬語にはなりません。食べるの尊敬語は、「お食べになる。」か、「召し上がる。」です。さあ、きむしきむし。お腹すきました。<laughs> <laughs> さあ、食べよう。はい おお。いろいろあるな。<laughs> 課長は何を召し上がりますか。そうだな。野菜カレーにしようかな。私も。<laughs> <laughs> いやー、美味しかったですね。ああ<ー>、楽しかったです。いや、でもいいな。食後のデザートは何になさいますか。さっきは。 お食いになりますかと言っちゃったから今度はすごく丁寧な言葉遣いをしてみよう課長は何をお召し上がりになられますかリー君今度は丁寧すぎるよ <laughs> リーさんが言ったお召し上がりになられますかは食べるの尊敬語召し上がるとを何何になる 何々られる、この3つの尊敬語が重なっています。このような敬語を過剰敬語と言います。文法上は間違いではないのですが、丁寧すぎるので、できる限り使わない方がいいでしょう。食べるを尊敬語にするときには、お食べになる、召し上がるという簡単な尊敬語で十分、

すでございます親分に申し訳ありません私東京商事第一営業課のヨンと申します親分佐藤課長はいらっしゃいますか少々お待ちください誰から営業課のヨンさんからあ,あなた会社で親分って呼ばれてるのはあ お電話変わりました。どうした？親分に申し訳ありません。第一営業課の四です。四 <laughs> さん、この場合おはつけなくていいんだよ。そうなんですか？お電話やご用件のように名詞におやごをつけることで言葉遣いを丁寧にする方法があります。では。 どのような時に、おやごをつけるのでしょうか。相手の動作、持っているものなどに、おやごをつけると尊敬語になります。課長の考えはいかがですか。課長のお考えはいかがですか。山田課長、大変忙しい中、ありがとうございました。 山田課長大変お忙しい中ありがとうございました目上の人と自分の両方に関係するものに「お」や「ご」をつけると謙譲語になります例えば「連絡」連絡は自分だけでなく自分と相手の両方に関係するものです「ご」をつけて「ご連絡」 にします報告なども同じように相手と自分で共有するものなのでごをつけますご報告が遅れまして申し訳ございません新製品のお知らせをファックスで送らせていただきました丁寧に上品に話したい時も親ごを使うことがあります これはおいくらですかお花を取り替えましたおとごはどのように使い分けるのでしょうかおは訓読みの和語にごは音読みの漢語につくと覚えておきましょう名前はお名前氏名だとご氏名になります 佐藤課長のお宅では、お犬を飼っていらっしゃるんですか。名刺によっては、おやをつけられないものもあります。お花、お魚、お野菜などを除いて、お犬、お猫、おリンゴなど、動植物にはおを付けません。おばか。 オプリンターなどの外来語にも、おやごはつきません。お天気などを除いて、晴れ、雨、曇り、雷など天気を表す言葉や、お昼などを除いて朝、夜といった時間を表す言葉にも、おやごはつきません。親分に申し訳ありません。 私、東京商事第一営業課のヨン,と申しますヨンさんが言った、お夜分に申し訳ありませんは間違いです。夜分に申し訳ありません。夜遅くに申し訳ありません。というのが正しい表現です。はい、い佐藤でござまます。夜分に申し訳ありません。私、 東京商事第一営業課の四と申します。おとごの使いすぎは、過剰敬語なので丁寧すぎます。例えば、お車にお乗りくださいは、車におをつけ、乗るをお何々くださいと尊敬語にしています。車にお乗りくださいと、動詞だけにおをつける方が、 わかりやすくてそれだけで敬意も十分伝わりますご出張されるのように尊敬を表すられるとごの両方をつけるのも使いすぎの例ですこの場合はご出張するか出張されるで良いでしょう大阪支所の部長がご出張にいらっしゃられました 大阪支社の部長がご出張にいらっしゃられました。今の文では、ご出張、いらっしゃる、られると3種類の敬語が使われています。これは過剰敬語です。この場合、ごとられるを取った方がすっきりします。大阪支社の部長が出張にいらっしゃいました。 敬語はビジネスにおいいて欠かすすことののでできないものです敬語がうまく使えないと何気なく言った言葉で相手の気持ちを傷つけたり人間関係を壊してしまうことにもなりかねません特に目上の人やお客様と会話をする時には注意が必要です正しい言葉遣いをすることそして場面に応じた「 適切な言葉を使うこととは、是非とも身につけたい技術です。この教材で敬語や正しい言葉遣いをマスターして正しい日本語を使いこなせるようになってください。